皆さんこんにちは、ロッチ買取応援団団長です。腕時計初心者の方向けに毎回1ワードずつ時計の基礎知識、基礎用語をお伝えしていくシリーズ、今回は高級時計ブランドの定番モデルについてお伝えしていこうと思います。定番モデルを知るということは、最近時計に興味を持ち購入を検討し始めた方にとって実はとっても大事なことなんじゃないかなと思っております。なぜなら定番と呼ばれる通り、そこには時計選びの基礎が詰まっているから。最初はどんな時計が好きかなかなか言葉にならないでしょうし、これと思って候補リストに入れておいても後々また魅力的に感じるモデルが出てきて、選べないとなってしまう方非常に多いんです。またフィーリングでおりゃーって買ったもののすぐに飽きてしまったりとか、やっぱりこれじゃなかったなとか、後々後悔する方も多い。こういったことは複数本持っている方でも注意しないと起こることなので、初心者の方はそれ以上に起こると思っておいてください。武道同様、時計選びにも基礎があります。それこそがまさに定番モデルから見ていくことなんです。普通を知ってこその型破りということで、今回は高級時計ブランドの定番モデル30本ほどご紹介していこうと思います。本日も最後までお楽しみいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、ゆえに私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していってください。やる気が出ます。では早速本題に入っていきたいと思います。まずは三大時計のブランドから。三大時計というのはパテックフィリップ、オーデマピゲ、バシロンコンスタンタンの3つのブランドのこと。いずれも世界中の王侯貴族に愛され続けるブランドです。戦争や経済危機の状況下においても歴史を一度も途絶えさせることなく継続、時計業界の発展にも大きく貢献している名門中の名門です。詳しくは三大時計についてまとめた基礎知識動画がありますので、そちらもご覧いただければと思います。概要欄にリンク貼っておきますね。さてまずは時計ブランドの王者パテックフィリップの定番モデルを2つ。1つ目はこちら、カラトラバというモデル。パテックフィリップのブランドロゴであるカラトラバ十字をモデル名に冠したブランドを代表するドレスウォッチ。角型時計全盛期の1932年に登場し、丸型時計の基本形を作ったと言われる時計。ゆえに丸い時計の土定番といえばまさにこれなんです。この造形をしっかり見ておくと他の丸い時計を選ぶ際にも大いに役に立ちます。これを基本にして、こっちの時計は縁が厚いよねとか、横から見ると平らだよねとか、ラグが短いよねとか比べていくのが良いと思います。パテックフィリップより2つ目の定番モデルはノーチラス。1970年代に登場したメタルブレスレット一体型のスポーツウォッチ。奇才と呼ばれる伝説的なデザイナージェラルド・ジェンタがデザインしたことでも知られ、この後ご紹介するロイヤルオークという時計とともにラグジュアリースポーツというジャンルを切り開いたモデルでもあります。特徴的なのは変形した八角形のフェイス。ブレスレットのコマや文字盤の仕上げも唯一無二です。ノーチラスは多くの時計ファンが憧れる存在であり、今現在入手が最も困難な時計と言っていいでしょう。当然ながらプレミア価格になっており、一番シンプルなモデルでも1000万円近い価格で取引されております。続いてオーデマピゲより2つご紹介。まずは先ほどのノーチラス同様、ジェンタのデザインで70年代に誕生したモデル、ロイヤルオーク。特徴的なのは八角形のベゼル、そして一体型のブレスレットと文字盤の彫り模様。発売当時、オーデマピゲというハイブランドがステンレスチールを使ったこともセンセーショナルな出来事でした。もともとが王侯貴族向けのブランドですから、工業材料のステンレスチールを時計に使うという選択肢はロイヤルオーク以前にはなかったんです。ステンレスチール製でも美しい時計が作れることを証明したこと、それこそがロイヤルオークの偉大な功績。この時計、ラグスポウォッチの定番というか、ラグスポの始祖なんです。そしてオーデマフィゲより2つ目は、定番と呼ぶにはまだ早いかもしれません、コード11-59 by オーデマフィゲ。ラグスポでもなくドレスでもない独特な立ち位置の時計。思い切ったゴールド製オーバンケースにレザーベルトの組み合わせ。文字盤カラーも非常に多彩。細かい点までオーデマフィゲらしいこだわりが詰め込まれた新作モデルです。ロイヤルオークばかりが目立っていたブランド、次なるアイコンになり得るか。
続いて250年以上の歴史を持つ超老舗バシロンコンスタンタンからも2つご紹介していきます。まずはこちら、オーバーシーズ。登場したのは90年代と後発になりますが、ノーチラス、ロイヤルオークと並ぶ三大ラグスポの一角と呼ばれております。6本の角を持つベゼルにブランドロゴの丸太十字を模したブレスレットのコマデザイン、鮮やかなカラーの文字盤に長く短い針、バシロンが考えるラグジュアリースポーツとは何たるかをしっかりと反映したイケメンウォッチ。もう一本はドレスウォッチパトリモニー。2004年に登場したモデルですが、元は1957年に作られた正統派のドレスウォッチ。先にご紹介したカラトラバもそうですが、この手のシンプルな時計ほど個性が出しにくいもの。しかしそこはバシロン、しっかりとらしさが光る作品に仕上げております。三大時計の中で最もデザインを重視しているブランド、それがバシロンコンスタンタンだと私は思っております。続いてブレゲとランゲ&ゾーネの定番モデル。先ほどの3ブランドにこの2ブランドを入れて五大時計と呼ばれております。五大時計とは何かということについても過去の基礎知識動画にてお送りしておりますので、まだご覧になってない方、そちらもぜひ見てみてください。概要欄にリンク貼っておきます。さて、まずはフランスのブランドブレゲから2つの定番モデルを。1つ目はこちら、マリーン。フランス海軍向けに時計を作っていたブレゲの偉大な歴史に敬意を表し、1990年に誕生したモデル。ロレックス、バシロンコンスタンタン、セイコークレドールなどでデザインを担当したデザイナー、ヨルグイゼクが初代モデルのデザインを手掛けたことでも有名です。このマリーンというモデル、特徴はもうすべてと言っても過言ではない。全部が特徴的です。ドレスでもカジュアルでもスポーツでもない、こんな時計他にどのブランドを探してもありません。フランス王室御用達のブランドですからね、きっと我々には理解できないニーズがあってのこの設計なのかもしれません。そしてもう一本、クラシック。ブレゲの売れ筋というとやはりマリーンなんですが、ブレゲの伝統と歴史を象徴する時計という意味ではこちらのクラシックが定番モデルです。ブレゲ数字やブレゲ針、行者彫り、コインエッジ、シークレットサインなど、18世紀末に創業者アブラハン・ルイ・ブレゲが発明したデザインコード、それらすべてを継承しているのがこのクラシックという時計の特徴です。ブレゲというブランドを、そしてフランスの時計を深く理解できるであろう定番ウォッチですね。続いてドイツのブランドランゲ&ゾーネより、ランゲ1。ランゲ&ゾーネというブランドは第二次世界大戦中にもろに爆撃を受けてしまいまして、何もかも失った過去があります。そこから1994年に見事復活を遂げた際、最初に発表されたのがこのモデル、ランゲ1というモデルです。これもかなり特徴的ですよね。オフセットされたメインの文字盤と秒針用のインダイヤル、2桁表示のデートに往復針のパワーリザーブインジケーター、このデザイン腕時計では珍しく数学者が手掛けたものだそう。裏面には世界一美しいとも称される手巻きのムーブメントが見えることもポイントです。それともう一つですね、五大時計ではありませんがパテックフィリップやオーデマフィゲにムーブメントを提供している実績から、五大に最も近いとされるブランドジャガールクルトより、レクタングルウォッチの定番モデル、レベルソ。1931年イギリス人将校からのポロ競技にも使える腕時計をという依頼から誕生したモデル。腕につけたまま文字盤を裏返しにするという仕掛けで時計が壊れるのを防いだわけですが、現在はその仕掛けをデザインとして利用しており、裏面に別カラーの文字盤を装備したモデルが人気です。小ぶりなレクタンケースにレザーベルトの組み合わせは非常に真面目な印象、ゆえにスーツに合う時計はという問いにかなりの高確率で出てくるモデルになっております。さて、続いては実用高級時計ブランドの定番モデル見ていきましょう。ここは非常に多くのブランドがあり、定番モデルと呼べるものも本当にたくさんありますね。人気モデル勢ぞろいといった感じです。まずはブランドとしてもド定番のロレックスから4つ。1つ目はこちら、デイトジャストというモデル。デイトジャストというモデル名、正式にはオイスターパーペチュアルデイトジャストと言います。モデル名の由来はロレックスが発明した腕時計の三大発明と呼ばれる技術、世界初の防水ケースオイスター、世界初の両方向自動巻きシステムパーペチュアル、世界初の24時瞬間切り替え日付表示デイトジャスト、この3つ全てを搭載してますよという意味でオイスターパーペチュアルデイトジャストという名前。ロレックスというブランドは言わずと知れた知名度ナンバーワンのブランドなんですが、その創業は20世紀の初頭、
現存する多くの有名ブランドはそれ以前に誕生していますので、実は後発なんです。それでも知名度ナンバーワンに君臨する理由の一つに、この三大発明の存在があります。それを名前にしているデイトジャストという時計、これはもうロレックスが推す定番中の定番モデルというわけですね。そして2つ目はコスモグラフデイトナ。時計について詳しくない方でも、このデイトナという名前、一度は聞いたことがあるものなのではないでしょうか。1963年に登場したレーシングウォッチ、人気は凄まじく、過去複数回のモデルチェンジを行っていますが、旧作も現行も全てがプレミア化しているというモンスターぶりです。あまりのプレミアぶりに、なんとか定価でゲットしたい人たちは日々ロレックス正規店を走り回っております。これはデイトナマラソンと呼ばれ、名物と化していますね。続いて3つ目はサブマリーナ。1953年に登場したモダンダイバーズ、ダイバーズウォッチの原型を作ったモデルとも言われ、発売初期からほとんどデザインを変えていないことが特徴です。現行モデルは高級感こそ増しているものの、やはりベースは1953年当時のまま、武骨な男らしさが魅力の海の定番モデル。そして4つ目は GMT マスター2。こちらの登場は1955年、空の移動が増え、時差というものが身近になった時代、国際便パイロットからのより見やすく読み取りやすいものという依頼から誕生したモデルです。それまでワールドタイムという世界中の時間が文字盤に記されたものが主流だったところ、ロレックスは針とベゼルだけでほぼ同じ機能を持たせることに成功。以降 GMT というワードがこの機能そのものの名称になりました。赤と青、青と黒、茶と黒など2色使いのベゼルもこの時計の特徴。おしゃれウォッチとしても人気が高い定番モデルです。続いてオメガとタグホイヤーの定番モデル、ロレックスに勝らずとも劣らない知名度を誇る人気ブランドですね。まずはオメガより、一つ目はスピードマスター。 NASA のマーキュリー計画やアポロ計画で実際に使用され、ニール・アームストロング、そしてバズ・オルドリンとともに月面着陸を果たした伝説的なクロノグラフ、そのストーリーからムーンウォッチとも呼ばれております。様々なバリエーションが展開されるモデルですが、定番という意味ではやはりムーンウォッチの直系モデルのスピードマスタープロフェッショナルかと、そのまま宇宙でも使えるスペックなんだよねというのは、実際に宇宙に持ち出された時計でしか使えない歌い文句。2つ目はダイバーズウォッチシーマスター。こちらはイギリス海軍向けに作られた歴史を持つ軍用ウォッチですが、現在はやはり様々なバリエーションが展開され、使用シーンに合わせて選べるようになっています。シーマスターの定番はというと、ちょっと難しいんですよね。回転ベゼルをなくし、都会的にモダナイズされたアクアテラか、はたまたダイバーズらしい本格的なスペックとおしゃれさとを両立させたダイバー 300M なのか。さて続いてタグホイヤーです。オリンピックや F1 などスポーツ系事の世界で活躍した歴史を持ち、現在もアスリートとのつながりを大切にしているブランド。ブランドを代表するスポーツウォッチの定番モデル2つご紹介していきます。一つ目は荒野を走り抜ける過酷なラリーレースに敬意を表して作られたモデル、カレラ。もともとは地味めなレーシングウォッチですが、最近は高級なアーバンウォッチという印象になっています。やりすぎない機能と派手すぎないデザインかといって、控えめかというとそんなこともない。初めての高級時計にもおすすめできるちょうど良さが魅力の定番モデル。二つ目は角型スポーツウォッチのド定番、モナコ。1969年に登場したモデルで、映画俳優スティーブ・マックイーンが愛用したことでも話題になった名作ウォッチです。69年当時、世界初の自動巻きクロノグラフ3本のうちの1本であり、唯一の角型防水時計でもありました。ですがデザインがあまりにも特徴的なので、機能はもう二の次ですよね。様々なカラー展開があり、時々出る限定カラーも見逃せない存在。その人気ぶりは複数本所有しているコレクターがいるほどです。続いてこちらも1969年登場の世界初自動巻きクロノグラフ、ゼニスよりクロノマスター。クロノマスターというモデル名ですが、中に積まれている機械、エル・プリメロの方が有名かもしれません。コラムホイールとキャリングアームという2つの部品を持ち、現代のクロノグラフウォッチの基礎を作ったといわれる名機中の名機。2000年以前のロレックス、デイトナにも使われていた実績があります。クロノマスター A384 というモデルは、次元大輔が愛用したことでも知られ、最近復刻モデルが登場して大きな話題にもなりました。続いて世界初の自動巻きクロノグラフ、もう一本を作ったのは実はこのブランドです。日本が誇る世界のセイコー。
なんですがセイコーさん、セイコー内のブランド展開が多く、当然ラインナップも多すぎるのでどれが定番かというのは選べません。なのでここではセイコー独自の技術ということでスプリングドライブをご紹介しておきます。スプリングドライブというのは機械の駆動方式の名称です。1999年グランドセイコーの開発チームによって生み出されました。機械式と同じくゼンマイを動力源とし、時間を刻む部分にはクォーツ式を用いるというハイブリッド構造、時計界のプリウスのような存在でしょうか。漆芸など伝統工芸を使用したモデルもあり、まさに日本の技術を集結した時計。美しい針運びと機械式より高い精度も特徴です。続いて同じクロノグラフでも、こちらは空の時計、パイロットクロノグラフの名手ブライトリングより2つ。1つ目はこちらクロノマット、1942年に登場した航空クロノグラフのパイオニア的な存在。一度生産終了になったものの、1984年ブランドの窮地を救うために復活がなされたストーリーも面白い。その際イタリア空軍のアクロバットチームフィレッチェトリコローリとともに開発が進められた経緯からも、ガチのプロフェッショナル向けであることがわかります。そしてもう一つがクロノマットの後継として1952年に登場したナビタイマー。航空計算尺というパイロット用の計算ツールを世界で初めて腕時計に搭載したモデル、クロノマットからのナビタイマー。この流れでブライトリングは航空クロノグラフにおける絶対的な地位をものにしました。続いて同じく戦闘機パイロット向けに作られたミリタリーウォッチの定番モデル、 IWC よりパイロットウォッチ。1930年代イギリス軍とドイツ軍に納入された実績を持つ本物の軍用時計。80年代末にマークシリーズという名称で市販化がなされ、軍用から実用、そして高級機へと進化を遂げたモデルです。現代パイロットウォッチの基本デザインを作ったモデルとも言われています。 IWC らしい古典的な作りも大きな魅力。そして IWC からもう一本、ビジネスウォッチの定番モデル、ポルトギーゼ。パイロットウォッチ同様、1930年代に登場したモデル。こちらは軍用ではなく、ポルトガル人商人からの高精度ウォッチが欲しいという依頼に応えて誕生しました。高精度と高い視認性を確保するため、懐中時計用の機械を用いて作ったという経緯から、今現在も懐中時計のようなデザインのまま引き継がれております。シンプルなモデルは 40mm 系と決して大きくはないんですが、ベゼルが薄い構造になっているため、文字盤部分が大きく見やすいことが特徴。針や数字のデザインは非常に洗練されており、全く無駄がない印象。堅実派な IWC らしいビジネスウォッチですね。続いてロレックスの兄弟ブランド、チューダーより、かつてイギリス海軍向けに作られた実績を持つミリタリーウォッチ、ブラックベイシリーズの新定番58。何が進化というと、多くのブランドが時計のサイズを大きくしている中、思い切ってダウンサイジングをしてきたことが新しい。ロレックス兄貴もサブマリーナやシードウェラーのサイズを大きくしている中、チューダーはもともと 41mm サイズだったブラックベイをあえて 39mm にしたんです。業界のスタンダードの逆を行くチャレンジングな選択。しかしそうしたことでミリタリーウォッチのやぼったさが弱まり、垢抜けた印象に、都会的なおしゃれウォッチに生まれ変わりました。そしてロレックスの兄弟分ではないものの深い関係を持つイタリアンブランド、パネライより、デカーツウォッチのド定番、ラジオミール。第二次世界大戦前の戦艦機、イタリア海軍からの依頼で誕生したダイバーズウォッチ。ロレックスから部品の供給を受け、防水ケースの技術を研究しての登場となりました。小型潜水艇の操縦士が実際に戦場で使用したという歴史から、市販化された後はミリタリーファンから火がつき、ファッショニスタへと人気が広がっていきました。軍用の時からほとんど見た目を変えていませんが、イタリアらしく主張の強いデザインが特徴です。デカーツウォッチブームの火付け役とも言われております。さてここからはジュエラー系のブランドの定番モデル見ていきたいと思います。ジュエラー系というのはもともと時計ブランドではなくて、宝石や金細工から始まったブランドのこと。実用時計ブランドとは異なり、宝飾品をベースに考えたデザインが特徴です。でまずはその代表格といえば、フランスのカルティエですよね。王の宝石商、ゆえに宝石商の王と言われる名門ジュエラー。実は世界で初めて腕時計を市販化したのがこのブランドのこの時計なんです。懐中時計全盛期の1904年に開発がスタートし、1911年に商品化がなされたサントスというモデル。
サントスという名称は歴史的な偉人、飛行機の父ことアルベルト・サントス・デュモンの名前から名付けたもの。当時のブランドの当主ルイ・カルティエの友人であり、カルティエが腕時計界へ進出するきっかけとなった人物です。サントスウォッチはアルベルトからの飛行中に操縦桿を離さずとも時間を確認できる時計をという要望から生まれました。当時の飛行士たちは懐中時計を無理やり腕に巻きつけていたんですが、それがあまりにも不格好だったんですよね。さてカルティエならどうするという問いに対し、ルイ・カルティエが出した答えがサントスウォッチだったと。懐中時計と差別化するためにこの形だったというわけですね。そしてフランスのカルティエと双璧をなすのがイタリアのブルガリ。カルティエがシンプルなデザインを追求した時代、ブルガリはより華やかなデザインを追求していたというストーリーも面白い。時計作りを始めたのは後発も後発の1975年ですが、最初からノーチラスやロイヤルオークのデザインを手掛けたデザイナージェラルド・ジェンタを招聘しての参戦。さらに現在においても世界トップクラスの技術を誇る時計師ダニエル・ロートをも巻き込んでのスタートダッシュ。というわけで時計事業参入からあっという間にトップブランドの仲間入りを果たしてしまいました。そのブルガリの定番モデルはというと、以前はブルガリブルガリという時計だったんですが、今現在はオクトシリーズに変わりましたね。八角形のベゼルを持つ多面体構造のデザインが特徴的なモデル。デザインだけでなく設計も素晴らしく、時計界のオスカーことジュネーブウォッチグランプリの常連になっています。ラグズポ界の次なる定番になり得るか。さてラストはジュエラー系ではないものの実用ブランドでもない独特なポジションのブランド、ウブロとシャネルより。ウブロはジュエラーとしての歴史はありませんが、創業者はイタリアの宝石商なんですよね。そのためか時計のデザインも実用ブランドのそれとは大きく異なっております。そのウブロの定番モデルといえばやはりビッグバンでしょうか。2005年に登場しデカーツブームを牽引したモデルの一つ。特徴は大きなケースとサンドイッチ構造です。当時ケースの構成部品を多くしたことで、それぞれに別の素材を用いることを可能にした点が新しかった。セラミックとチタン、ゴールドとカーボン、サファイアと樹脂とかですね。同じデザインでも組み合わせ次第で時計の印象が大きく変わる。実はこれ真似しようと思ってもなかなかできるものではなく、かなり高度な製造技術を要します。異端ながら基礎はしっかりしている。それがビッグバンの魅力なんですよね。続いてシャネルの定番モデルといえば J12。 ケースからブレスレットまでセラミックで作られたハイセンスなファッションウォッチ。なぜセラミックなのか、それはシャネルのコードカラーであるホワイトとブラック、そのどちらも表現できるのがセラミックだったからなんだそう。初代のデザイナーは長年シャネルで PR 部門を担当したアートディレクタージャック・エリュ。カール・ダガーフェルドとともにココシャネル亡き後のブランドを支えた人物です。シャネルとは何か、その哲学を腕時計という形で表した名作ウォッチ。以上、高級時計の定番モデル全部で30本ですね、お送りいたしました。今回はそれぞれ軽くのご紹介でしたので、気になったモデルがありましたら概要欄のリンクからブランドの歴史なりモデルの深掘り動画なり見てみてください。どれもより一層時計に興味を持ってもらえる内容になっているかと思います。ぜひ一緒に時計の沼へダイブしましょう。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。